東根市の果樹園で収穫間近のサクランボが食い荒らされているのが見つかり、警察は熊による食害とみて注意を呼びかけています。熊による食害が確認された場所です。あちらのサクランボの木の枝が折れているのがわかります。今日午前4時ごろ東根市関山のサクランボ畑でサクランボが食い荒らされたようになっているのを

熊がさくらんぼを食いい荒らしたとみてて調べています。せっかくここまで色付けて、何のため、花粉交配あったか、あとミツバチ置いたか、もう何にも意味がなくなってくるんだよね。警察によりますと、県内で熊による食害は、今年に入ってから7件確認され、 このうち4件はさくらんぼの被害だということです警察は周辺をパトロールするとともに農家や住民に注意を呼びかけています